先ほど山陽線内和気吉野駅間におきまして貨物列車と動物が接触し安全の確認を行っておりました。そのため現在は運転を再開いたしておりますが、IUE 和気吉野方面から岡山方面に参ります山陽線下り列車につきましては約20分から30分程度現在遅れが発生しております。今後岡山を発車する山陽線並びに白井線の列車に遅れが発生する場合がございます。今後の放送内にご注意ください。現在は山陽線内運転を再開いたしておりますが、IUE 和気方面から岡山に参ります山陽線下り列車に遅れが発生しております。最大約20分から30分程度遅れが発生しております。このため今後岡山を発車する山陽線または